こんにちは、しげしげです。ミオン降臨をミルで攻略していきたいと思います。ミルの継承ですが、こちら光月の世界をつけております。覚醒読みのやつですね。ということでやっていきたいと思います。はい、まず回復ドロップ作ってくれますので、まあ、十字消しをしながら四つ消しもしくは全体攻撃をしていきます。はい、でバトル2がですね、真ん中の若ソニア玉ドラが5コンボ以下吸収ですので、最低でも6コンボしてあげてください。ここも4つ消しで突破が可能ですね。イルムのドラゴンキラーが刺さりますので、はい、でこちらは一旦猶予がありますので、まあ、盤面を整理してあげて、はい、いいですね。回復を見てきたので、これで十字と4つ消しにしていきます。はい、でここは一旦適当にやってあげてください。光を増やしてくれるので、増えない時もあるんですけど、その違う攻撃で、まあ、増やしてくれる可能性があるので、一旦ちょっと遊んであげていいかもしれないですね。はい、でここも同様に一旦やり過ごしてあげて、ここでイルムとミルを使って最低でも2列組んであげてください。はい、これで天井ラインまで行くことができます。でこの後の攻撃は耐えれるので、攻撃色1コンボしてあげてください。ちょっと今適当なの消しちゃったんですけど、はい、でボスバトルも同様にまず一旦適当に消してあげます。はい、でこの後に、アポカリプスとミルに継承している覚醒読みのスキルを使って、最低6コンボ組んでいきます。大丈夫でしょう。まあ、落ち込んが2つ乗って8コンボなんですけども、これでワンパンですね。はい、ということでこんな感じでサクサク周回することができます。ご視聴ありがとうございました。